ハレリアーこんにちは今日も共に聖書から神様のことを聞いていきたいと思います一言になりますお父さん感謝します今日もあなたに愛されていること共にいてくださっていることあなたの恵みが今日も新しく私たちに注がれていることを感謝します主を今見言葉を悟らせてください聖霊様あなたが悟らせそしてそれを行っていけるように 私たちが多くの意を結んで、お父様あなたにご返していただことができますように、マリアのようにあなたの仕事にするに、お言葉に聞いてさせてください。この愛容を見てくださる一人一人に主が望んでくださって、あなたの愛を知ることができますように、あなたの宮沢をなしてくださることを感謝して、イエスサミアております。アメン。ハリエルや感謝します、えー。今日は、四死券の4章から、えー、共にですね、見ていきたいなと思うんですけれども、えー、今日は、 完全な従順がもたらす栄光というタイトルで少し分かっちゃっていきたいなと思います。知識の4章はですね、このまあ、どういう箇所かというと、まあ、イスラエルのためが神様に背いて歩んでいった。しかしその時に、うん、イスラエルの子らが主に叫び求めた時に、神様がいつも助けて送ってくださって、救い出してくださったというそのようなですね、歴史の中で、 ある一人の女ン言者、デボラという人が登場します。また今日はバラクという人も出てくるんですね。え少し読みたいと思うんですけど、知識の4章の。そうですね、知識の4章の。どこから読ろうか。6節から読みます。ある時、デボラは人を使わして、二人のケディシュから、 アビノアムの子、バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神主は、こう命じられたではありませんか。行って、タボルザンに陣を引け、ナフタリ族とゼブルン族の中から1万人を取れ。私はヤビン,ン,ヤビンの軍の長シセラと、その戦車と大軍をケションの川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。と。バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒にいてくださらない。 さるなら行きましょうしかし、もしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。ただし、あなたが行こうとしている道ではあなたに誉れは与えられません。主,の主は女の手に死すらを売り渡されるからです。こうしてデボラは渡ってバラクと一緒にケデッシュへ行った。ここでこのデボラというですね女預言者がいたんですけど、この彼女がイスラエルをですね。 さばいいていましたである時に神様からでボラは語りかけを受けあそしてこのバラクをですね近くに呼び寄せるわけなんですねそして神様があ本当に行ってですね陣を引いて行きなさいとそして1万人を集めて行きなさいということを言うんですよねしかしバラクは何て言ったかというともしあなと一緒に行くんだったら行きますでもあなたが行かないなら私は行きませんということを語るわけなんですね 神様の語りかけを聞いてこのバラクは中途半端な選択をしたんですねあなたが行くなら行きますでもあなたが行かないなら私は行かないとでもその結果どうなったかというとあなたが行こうとしている道ではあなたに誉れを与えられませんと語りかとデボラに言われてしまうんですねこのバラクは神様に従うという点において 100%従順しなかったわけなんですね。50%みたいな感じですね。あなたが行くなら行きます。でもあなたが行かないなら行かないと。でも神様が願ってたのはそうじゃなくて、100%行きますということだったんですね。あなたが行っても行かなくても私は分かりました。行きますと。そのような完全な従順、全く神様への信頼、そして明け渡し、それを神様はバラクに願っていました。 そしてそのように生きるときに彼に誉れが与えられたはずだったんですけれども彼が中途半端だったゆえにあなたに誉れを与えられませんとそのように言われてしまいまた結局ですねその敵であるシセラをですねやっつける際に確かに相手のこのシセラをが率いるその軍をですねことごとくやっつけることができたんですけどこの特にトップであるこのシセラをやっつけた人は このバラクでではない、違う女性だったんですね。結局、まあ、彼に誉れは与えられなかったわけなんですね、うん、私たちの人生の中で私たちが神様を信じていく時に本当に永遠の命が与えられていきますそれは本当に素晴らしい恵みなんですけど私たちが生きて歩んでいく時に神様はいろんなチャレンジをですね、見言葉を通してしてくださるんですね私に従うかということ いつもチャレンジしておられますそして私たちが神様にいつもですねその御言葉にその御声に完全に従順するという選択もできますしかし中途半端に従うということもできるんですね神様が語られて10個語られてる時に、まあ、7ぐらい神様に従って後の3は従わないとか半分従って半分従わないとかでも神様にですね誉れをもしあなたが受けたいと願うならば完全に従う道 神様が銃を求めるなら銃行く。神様が求める分全て下げていく。妥協せずに従っていく。完全に従順していく。そうするときに私たちは神様から誉れを得ていく。そのようなに歩めるんですね。パーロというですね、本当に神様に用いられたそのような。 うん、この世界中に福音を伝えていった、イエス様のことを伝えていった人はですね、手紙の中でですねこのように書かれているんですね。コリントの手紙。うん。第一コリントの九章二十四節。 競技で走る人たちは、見直しても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないですかですからあなた方も賞を得れるように走りなさい。競技をする人は、あらゆることについて節制します。彼らは口で冠を受けるためにそうするのですが、私たちは口のない冠を受けるためにそうするのです。パウロは、競技場で走る人は、走っても賞を受けるのは一人だけということをしているでしょって、コリントの教会に語るんですね。 うん、そして、あなたたちも賞を得れるように走りなさいと語ります。私たちの信仰生活も同じです。私たちがイエス様から栄冠を受けたいと願うなら、イエス様から賞を得たいなと願うなら、私たちは本気で戦わないといけないんですね。完全に従順していく。そして、賞を得れるように走る。その例はどうすればいいか。それは本当に賞を得るためには、オリンピックのアスリートはあらゆる努力をしてます。 あらゆることについいてて節制すす自制していくんですね。毎日トレーニングするし食事も気をつけるし睡眠も気をつけるしいろんな研究データをしてコーチのもとで戦っていく私たちも同じように口内冠無理を受けるそのために私たちが賞を得たいと願うならプロフェッショナルのキリスト者と,として私たちは御言葉を読み学びそしてそれを伝え福音を伝えまた時間を管理し神様との時間を優先順位をトップにして 雨の向こうの悟りそれを行っていくその必要があります。そうするとき私たちは神様から栄光を得ていくことができるんですね。共に皆さんとこの賞を得れるような生き方を集めにしていきたいなと願います、えー。一言になります。天のお父さん感謝します。本当にこのバラックの話を通して彼が本当に完全にあなたに従わなかった であ中途半端だったように、彼は誉れを受けることはできなかったとあります。私たちはどうでしょうか本当に主を、あなたの恵みによって、完全にあたり従順し、従っていくことができるように、聖霊様の助け導いてください。そして、賞を得れるように走っていくことができますように、あなたからの栄冠を受けるものと、私たちをならしめてください。この場所を見る一人一人を祝福し、今日もあなたの恵みが溢れますように、イエスの名っております。アメン感謝します。シャロー。